皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日はサイバーパンク2077にて拾うだけレジェンダリー服シリーズ第3弾として、サントドミンゴ地区の南に広がる荒野エリアに落ちているものをご紹介します。なお最後に紹介するもののみ肉体ステータスが13必要ですので、まだ到達していない方は後回しにするか、ステータスリセットし一時的に肉体ステータスに振ってから挑戦してみてください。今後も新作ゲームの厳選攻略情報をアップしてまいりますので、ぜひチャンネル登録高評価のほどよろしくお願いします。それでは参ります。いかがでしたでしょうか。先日バグの多さやコンシューマー機でのプレイ体験の悪さから、ついに全額返金の話が出てきた今作、皆さんはどうお考えでしょうか。もしよかったら皆さんのこのゲームに対するご感想などもコメント欄にて記載いただけたら幸いです。本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。